タイラバールバール、または、金手コは、手コとして利用する鉄製の棒の大工道具。中型以下のものは、釘を抜く目的で作られたものが、多く、その場合、釘抜きにも属する。日本では、釘抜き専用の小型バールは、バールと呼ばれることは少ない。釘抜きは、手コを利用する棒と、やっとこの2種類のタイプがある。江戸時代までは、断面の四角い、 枠木を使用していた。枠木は、やっとこの一種の、ンマという道具で四角い頭部を挟んでねじりながら、引き抜いていた。ンマは、ンマ様が嘘つきの下を抜くのに使った道具から、この名前になった。明治になり、断面の丸い、洋釘が使われるようになると、ンマに代わり西洋の、バールが使われた。基本的に、両端部の先端は、狭い場所に差し込むために、扁平な形状をしており、 一旦のみが狭い空間でてこの原理を利用しやすいように90度に曲がっているものが多い。扁平な先端は釘の頭が引っかかるように切り込みがあり、釘抜きとして利用されることが多い。片手で取り扱える小型のものに比べて重量のある長尺のバールを釘抜きと呼ぶことは稀で、時に大工は大バールと呼んで区別する。 大バールはテコ専用の工具として90度に曲がっていないものがある。平ラバール、短い型の先端が V 字に割れていて釘を抜くことができる。V 字口は釘の頭をすくうだけでなく釘の軸に食い込む構造になっている。もう一方の長い柄の先端部は薄く平たい形状で木材の接合部の隙間などに差し込めるようにとなっている。ここに、 釘抜き用の V 字口が付いたものをタイラバールの追われタイプという。カジーや LG の両端が釘抜きになっていて、釘抜き機能に特化したタイプ。ヘッド部はハンマーとしても使える。三徳釘長手端部が釘の頭が完全に沈むようにするポンチ形状になっている。釘締め、小型ハンマー、釘抜きの機能を備えている。ネイルハンマーというヘッド部に打撃面と釘抜きを備える。 箱や金槌にも釘抜きはついている。金槌よりも衝撃荷重の大きいハンマーが一方向の打撃専用工具であるのに対して小型バールは打撃、引っ張り釘抜きこじ開ける、釘止めした木材を解体するなど複数用途で利用できる利点がある。そのため木造建物などの小規模な解体では建設重機の届かない狭い場所であっても人力により取り扱える。 利便性がある。長さ1メートル程度よりも大型のものは釘を抜く、作業には適していない。主に土木工事でてこの原理を利用して、重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解離、または重量を活かして先端部で地面に穴を穿つ用途などに用いられることが多い。日本では特殊会場用具の所持の禁止等に関する法律により、 次の要件を満たすバールは指定侵入工具と定義されている。指定侵入工具を正当な理由なく隠して、携帯することは、特殊会場用具の所持の禁止等に関する法律、第市条によって禁じられている。同法第16条は、この規定に違反したものを、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処すると定めている。小山ハモの製作所、途牛産業株式会社、 バクマ工業株式会社などが発売している。道具の使い方時点2002年3月20日発行96ページ株式。会社岩崎書店、大工さんが作った。ホームページ。DIY 道具の便利帳2010年9月11日発行68ページから70ページ株式。会社大泉書店。DIY 道具の便利帳2010年9月11日発行71ページ株式。 会社大泉書店、ありがとうございます。